山上げ祭りは、栃木県那須カラス山市の八も神社礼大祭の奉納行事で、特に市街地に仮設の舞台を作り歌舞伎を行う祭りとして知られている。すべて手作りの幅7メートル、高さ10メートル以上、奥行き100メートルの山と舞台装置一式を毎回組み立てて、所作狂言や神楽などの余興を奉納し、解体、移動を1日6回程度。 三日間にわたって繰り返し、街中を巡行する。その移動総延長は2 0トルにも及ぶ。カラス山の山上げ行事として、重要向け民族文化財に指定されている。現在、余興公園は7月第4週の金、ね、土日曜日の三日間にわたり行われる。永禄三年カラス山城主、那須助種が、五図天皇に薬病退散を祈願した際に行われたのが、 起源とされている。当初は相撲や神楽寺じが奉納され、一時衰退したが、江戸末期より中川水運の拠点となり、木材や和紙の産地としての繁栄と共に再興。現在は六町の持ち回りで行われ、当番待ち制度となっている。かつては祭りの日は賑わい、出店、露店が各所に出ていたが、近年は祭りそのものの催しが主となっている。 よく誤解されているが、山あげ行事の言葉にあるように、主体は矢に和紙を張った、高さ十数メートルにも及ぶ、山をあげる、山あげである。山あげの起源は、江戸中期、恵が町の隅々まで行き渡るようにと土を盛り付き山を作ったのが始まりで、その大きさを競ううち、当時高級品だった特産の和紙で山を作るようになったとされる。山に、 滝が描かれるのはその名残で、全長を潤すという意味がある。その後、山を背景に、東京や宇都宮、笠間、日立大宮などから一座を招いて余興が模様されるようになった。昭和50年代、保存会を設けて、地域住民が所作狂言を演じるようになり、現在に至る。六町それぞれは歌手制度はもちろん、掛け声なども異なっており、屋台を中心とした。 舞台装置が異なるため特異芸大も異なる。2016年、カラス山の山上げ行事を含む、日本各地にある国の重要無形民族文化財の祭礼行事33件が一括して、山、保屋台行事という名称で、ユネスコの無形文化遺産の代表一覧表に記載された。だし、ご飯を乗せただしの横に、山を背景にした舞台が、和歌手によって、 素早く作られ、歌舞伎が演じられる。山には、様々な仕掛けが組み込まれている、傘線から、傘抜けまで、4日にわたり、所作狂言や、神楽などの余興公演を十数回しない各所にて、行う。担当は、東岸町。余興公演は、私たちが、舞台や多遊席、背景である、館、波、先山、中山、大仙等を公演場所で組み立て、 公演中はそれら背景を特殊効果などで操作したり、花火や音響、光等で幻想的に演出する役割も受け負っている。公演が終わるとそれらを素早く解体し、舞台を変形させて、断じりにして積み込み、次の公演場所に向かう。当番町がこれら山上げの役割を担うためにおよそ100名からなる和歌手が必要で、また、舞台の設営や撤収の動作が非常に機敏なのは、 各町内同士の対抗意識から来ている。早く、正確であることは大変誉れなことで、逆に不手際により設営に手間取ったり、次の公演場所へ向かう先人隊となる、断じりの担当和歌手たちがうまく、断じりを操作できなかったりすると、市民から生やされたり、煽られたりする場面が見られる。現在、所作狂言は、地元の山上げ祭り保存会芸能育成部の部員が、演じる。 代表的な演目は、正門、戻り橋、小宝三番荘、関の扉、追い松、吉野山、蛇姫様、梅川等。中でも、正門は、当町民の人気も高いため一番公演機会が多く、山上げ祭りのマスコットとも言うべき、ガマが登場する。演目が始まってしばらくすると、滝夜舎姫を乗せたガマが、花道奥から、ゆっくり舞台前に移動してくる。 町内の演出担当によって異なるが、大抵のガマは口から煙を吐き、目を光らせるというような演出が施されている。公演が終わり、次の公演場所に移動する際、ガマは段りの一番上にちょこんと置かれて移動するのが、各町内の決まり事でもある。近年は地方、時はずさらに以前は、手で奏でられた雷などの効果音までも、音響機器が導入され、 舞台の前に有料の観覧席を設けるなど変化も見受けられる。舞台から約100メートルの間に波、館、木、先山、中山、大戦等を設置する。和歌手は木等をリーダーとし、副木等が補佐を行う。約100名の和歌手は各部門ごとに分担して作業を行い、各部門では主任がリーダーとなる。特に先山、中山、 大船を組み立て、上げる作業には大変手間と時間がかかるため、各部門は、自部門の作業を終えたらすぐに、山の作業を手伝うために走る。これら一連の作業で、私たちの団結と連携が強まっていく。ありがとうございます。